皆様、こんにちは。愛犬家住宅のセラフ榎本です。愛犬には特有の疾患を発症する子がいます。大型犬に多いのが股関節形成不全、小型犬に多いのが膝蓋骨脱臼などです。これらは先天的要因が7割、環境的要因が3割と言われています。環境的要因は愛犬家の皆様によってリスクを減らしてあげることができます。環境的要因として挙げられるのが、愛犬が足を滑らせてしまうフローリングの床。こうしたフローリングの床には床のコーティングがおすすめです。床のコーティングならセラフ榎本にお気軽にご相談ください。さて、愛犬マルバツクイズです。災害時に持ち出すものの優先順位は、常備品と飼い主やペットの情報である。答えは丸です。災害時はペットの常備薬、フードと水、首輪とリード、緊急連絡先やペットの写真、かかりつけの動物病院の情報、ワクチンの接種状況など、ペットの命に関わるもの、ペットと飼い主をつなぐための情報を優先して持ち出しましょう。以上で愛犬マルバツクイズを終わります。皆様方のワンちゃん、猫ちゃんのための家のリフォームや増改築等ございましたら、お気軽にご相談ください。